ております。以上2番。2番福沢良二さん。テレビ改革党福沢良二です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。さて、私は NHK の深夜訪問を禁止にしていただきたいのです。苦難の所見をお聞かせください。以下理由を述べさせていただきます。業者の訪問時間は法律で規制されています。特定商取引に関する法律では、訪問は常識的な時間内でとされており、違反への罰則は6ヶ月以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。返済の取り立てに関してはより厳しく、時間も明確に定められており、罰則は2年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。その他にも違反には営業停止処分などの行政処分もあります。ですが NHK は規制の対象外とされ、どんなに深夜に訪問しても罰せられません。 NHK だけにそのような特権が許されていることは、全くもって理不尽で不公平で不愉快であります。路上でいろいろなお話を実際に皆様から伺っております。3日連続で夜10時ごろ来たであるとか、1日のうちに夜10時と11時と12時に来たであるとか、甚だしくには深夜1時ごろに来たという、まさしく非常識なお話もお聞きしました。たびたび来る NHK に身の危険を覚え、とうとう引っ越されたという女性のお話もお聞きしております。出品人の講習会で特に女性を狙え、特に高齢者を狙えと NHK 本部に直接指示されたという証言も、私は元出品人の方から得ております。そして路上で聞く実際の被害のお話は、ほぼ全てが女性の被害なのであります。どんな男性がいるか分かりませんので、出品人の方でも夜間の男性宅は避けていると思われます。この場にいらっしゃる皆様にも、奥様や娘さん、妹さんなど女性のご家族がいらっしゃることと思います。その方々のもとに NHK が深夜に来て不快な思いや恐怖を感じたと想像してみてください。腹が立ちませんでしょうか。怒りが湧きませんでしょうか。 NHK のこの異常な特権はなくすべきと思います。以上、私が NHK の深夜訪問を禁止すべきと考える理由を述べました。ご答弁をよろしくお願いします。